高層マンションが立ち並ぶニュータウン。練馬区光が丘団地に警視庁管内99番目の警察署光が丘署が4月1日のスタートを前に報道陣に公開されました。1階ロビーは明るく広くしてカウンターも低くするなど気を使っています。2階の留置場も公開され、留置人の人権を配慮した設備になっています。一室 4,5 人用でカーペットが敷かれ、冷暖房完備、トイレも和式洋式が備えられています。風呂場も清潔なら布団や毛布も完全消毒で2週に1回交換されます。運動場も狭いものの1日1回30分は外気に触れられるとか。しかし設備は良くなったとはいえ、ガラス越しのご対面の機会は遠慮したいものです。現在およそ1万戸3万4000人が住み、平成4年には1万2000戸になる大型住宅団地の新しい守り役として力を発揮してほしいものです。